今回はね、Amazon でちょっとあるものが届いたんで開封します。TP リンクっていうところから出てるこの Bluetooth のレシーバーなんですけど、どういうものかっていうと、まあこの前紹介したこのパソコンなんですけど、このパソコン Bluetooth に対応してなくて、有線のね付属してきたこのでっかいキーボードでしか入力できなくて、で別に持ってるこのねロジクールの Bluetooth キーボード、こっちを使いたいんですけど、Bluetooth に対応してないんで接続できないんですよ。なのでレシーバーをねこのねフロントの USB 端子に挿して、このねキーボードをね、接続していきたいと思います。では早速開封します。はい、で中身はこれ、説明書、これはあれですね、修理のなんか依頼とか書いてあります。8、あと10にもね、この前あれ10にね、なんていうの、アップデートしたんで、今使います。日本語には多分対応してませんね、これも。どうだろう、あ、対応してる。スタートガイドは対応してますね。マウスのレシーバーみたいな感じですね。同じ感じですね。じゃあ、フィルムがなんか貼ってありました。で、これ、怖い。ちっちゃい。はい。こんな感じで、なんだろう、このフィルム。なんか、フィルムが貼ってあるんで、剥がします。よし。これですね。本当にちっちゃいですね、これ。じゃあ念のためにこれを熟読して、接続していきます。今説明書読んでみたんですけど、これをね Windows 8とか10の、場合は差し込むだけで使えるらしいです。ちょっとやっていきます。普通にこのフロントのパネルに差し込むだけと。はい、このツールバーに Bluetooth のアイコンが出てくるって言ってたんですけど、これですね。Bluetooth デバイスっていうところを押して、どうすればいいんだろう。多分追加ですね。で、オンになってます。まあこれはHP のベーシックキーボードがこれですね。このでっかいやつですね。USB レシーバーってやつが、あれですね。今、接続されてる状態なんですね。あ、違う、これはあれか。USB の方か。Bluetooth またその他のデバイスを追加するっていうところを押して、で、これですね。まあ、キーボードつなぐんで、この項目。で、これどうするんだっけかな。やり方忘れたんですけど、多分ここを長押しだと思います。多分3台までつなげるみたいなこと書いてあったんですけど、今多分このなんつうのペアリングモードみたいなのになってますね。あ、来ました、キーボード。これを押せばいいのかな。あ、でこの番号を、この6桁の番号をここで打ちここに打ち込むみたいですね。で、エンターを押すといけると、これですね、表示されました。キーボード K380 っていう型式のやつなんですけど、はい、出てきました。もうね、この有線のやつはね、なら普通に入力ができると思うんですけど、片手はむずい。あ、ちょっと出てこないぞまあいいや、知名度低いんだ。この人のおかげでね、無事接続することができました。
これはね、あの Windows 7とか XP とか今使ってる人は本当に少ないと思いますけど、使ってる人はそのドライバーをインストールしないと使えないみたいなんで、そこだけ注意してください。まあ、あの Windows 8とか10とか使ってて、もしあの自分のパソコン対応してないんだっていう人は、こういうの買って売ると、まあ、Bluetooth がこのように普通に使えるようになるという、素晴らしい商品でございます。せっかくなんでイヤホンとかもいけるか検証してみましょうか。これはどうすればいいんだろう。どうすんだ、開いて後ろのボタンを押すんだっけ。そうするとライトの、あーしまった、このライトの色が白になるとなんか、おーわかんねえ。あ、そっか、追加オーディオ、これか。あ、出てきました、ヘッドホン。ヘッドホンじゃないですけど、まあいいや。すごいですね。あれですね、AirPods だから多分自動でなんか切り替えとか多分できるのかな。お、聞こえる、当たり前だけど聞こえる。ちなみに Wi-Fi もついてないですよ、これ。このね、この有線の LAN ケーブルをあのリビングのルーターからあのずーっと廊下引っ張ってきて、まあ配線ちょっと汚いですけど、ここまで持ってきてるんですよ。ということで、あのどうやって閉めればいいか分かんないんですけど、まあ今日はね、これのレビューしてみました。参考になればいいかなと思います。ではまた。